はい、こんにちは。ニセクシーです。ですね、じゃあ、質問コーナー。釣り歴ね。釣り歴、わしはね、260年ぐらいかな。ね。うん、もう前世から釣りしとるんで、もう、やばいですよ。やばい。で、好きなメーカー3つ。好きなメーカー、ソフトオンデマンドと、あとカルビ。ね、カルビね。あと、京セラ。うん。京セラ好きです。で、ロットなんやけど、普段使ってるのが、山から取ってきた竹竿。ね、竹竿で釣ってます。で、竹竿をね、フィネス用、カバー用、巻物用、ね、まあ巻物釣ってもね、なかなかね、糸垂らして、サオリビエッ、ビエッペッてやるやけやけだってよ。最大魚。最大魚ね。すごいですよ。ほんま。ね。フロリダのレイクオキチョウビですね。レイクオキチョウビで、78センチ。ね。で、釣ったルアーが、ミミズですね。ミミズです。釣り以外の趣味。釣り以外の趣味は、何やろうね。釣り以外の趣味は、セクシー松屋の真似することや。で、SNS はやってません。僕はやってません。で、チャンネルの抱負はね、セクシー松山さんと、暴走バサしんちゃんと、暴走バサボブちゃんと、ね、あと僕で、ちょっとね、盛り上げていきたいと思うんで、ね、今後はよろしくお願いします。おっとん。セクシーです。釣り歴は小学校5年生からです。お昼の12時ぐらいに浮いてるバスをこうスライダーワームでちょこちょこってガブーっと釣れて、それが結構衝撃で、そっからハマってったんかなって感じですね。で、好きなブランドはレインズですね。レインズ、今はちょっと値段も結構上がってきたんですけど、昔は結構本当に安くて、安くで釣れるっていうところが非常に嬉しいポイントやったかなと思います。あとドランクレイジーとかも好きですね。こういうバーガーとかもそうですけど、土の子とかね、ちょっと一風変わったルアー出してるんで。で、バイオベックス、ジョイントベイト。バイオベックスザリガニのワンもあんねんけど、それが結構リアルで、他にもいろんなものも出てますんでね。バイオベックスほんと釣れるし安いし、これも大好きなメーカーですね。で、竿に関しては、アブガルシャ大好きですね。アブガルシャのディサイダーとか、ベリタスとか、まあそのあたり使ってますね。リールもディサイダーとか、あとコモリプロのスチューディオスですね。スチューディオスは紫ですごいかっこいいんで、結構おすすめです。オールドロッドのミスタードンワークス。ミスタードン、エビスフィッシングですね。ミスドンワークスとかアドミュレーションのコルクのスピニング、未だによく使ってます。で、過去最大魚っていうのは、琵琶湖仁淀の浜で、釣れた58センチ。11月ぐらいかな、岸から5メートル沖ぐらいのところを、レインズのスワンプマグナム、あれの、ネコリグみたいな感じでズバーッと釣れました。で、釣り以外の趣味は、音楽とかライブとかですね。ライブによく行きます。あとツーリングとかも、今は1、2号なんですけど、昔アメリカンとか乗ってまして、あちこち走り回ったりは、してましてですね。まあ、あとちょっと大きなバイク欲しいかなと思ったりもしてます。
とお寺とか行くの好きですね。あと料理もちょっと趣味で、あと心霊関係とかオカルト全般が結構好きです。 SNS に関してはアメブロを中心にやってます。でインスタもツイッターもやってます。で YouTube 今回初めて YouTube に関してはアメブロとかツイッターとかインスタとかの活動がこう追い風になるようになればいいなということで、YouTube を始めさせてもらってます。抱負はね、まあ誰でも楽しめるような動画を作っていきたいのと、もう誰でも俺出たいっていう人がいればね、出てもらって結構なので、うん、そんなチャンネルをですね作っていって、まあ、みんなが更新を楽しみにしてくれるような感じになったら一番嬉しいかなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。